こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。ご視聴ありがとうございます。前回本チャンネルでクリミアのセバストポリの海軍基地でロシア海軍艦艇に対して3月22日にウクライナ軍の複数の無人自爆艇によるかなり大規模な攻撃があったことをお伝えしましたが、視聴者の方から推測ですが、これって日本製のジェットスキーがベースになっていませんか？というご質問をいただきました。今日はこのことについてお話します。ウクライナ軍の無人自爆艇は確かに水上オートバイから改造されたものです。それではどの水上オートバイが元になっているかと結論から言うと、日本の川崎か？といえば、残念ながら日本の川崎のジェットスキーではありません。ちなみにジェットスキーという言葉は川崎の登録商標です。ウクライナ軍の無人自爆艇の元になっているのはカナダのボンバルディア社の子会社のボンバルディア・レクリエーショナル・プロダクツ社が作っているシードゥブランドの水上オートバイです。以前本チャンネルでお伝えしましたが、海軍艦艇に詳しい軍事アナリストの H.I. サットン氏はウクライナ軍のウォータージェットエンジンの独特の形状がシードゥブランドのものと一致しているため、ボンバルディア・リクリエーショナル・プロダクツ社製の水上オートバイの動力部がこの無人自爆艇の推進部として使われていることは間違いないと2022年11月に述べています。カナダのメディアソルトワイヤーによりますと、ボンバルディア・レクリエーショナル・プロダクツ社の広報担当者は昨年11月に声明を出し、詳細やシリアル番号がなければ部品の出所を推測することはできないものの、当社の製品は軍事目的で設計されたものではなく、製品の販売はエンドユーザーに対してのみ行われており、当社はウクライナの無人自爆艇の建造には一切関与していませんと述べています。しかしカナダ政府は基本的に反ロシア、親ウクライナの姿勢を一貫して貫いているので、このことについては黙認しているのではないかとも想像されます。なお、ウクライナ軍の無人自爆艇も前回の攻撃に使ったタイプとはかなり姿形が異なる改良した自爆艇を使用したという説もあります。左が旧型艇の船首、右が新型とみられる艇の船首です。シュタインバッハ大学の石川は一級小型船舶操縦士ですが、この2つを比較して私が想像したのは、このデザイン変更は両派性を向上させるためのものであるということです。両派性とは簡単に言うと、高いうねりと高い波の中でも船のへさきが波に飲まれないで済むということです。おそらく旧型艇の船首の形では両派性が悪くて、へさきが波の中に突っ込んでしまう現象が起きていたのではなかろうかと推測します。旧型艇のデッキには不思議なエッジが何枚か横に立っていますが、これは船首が波に突っ込んだ時に水を切る水切り板だったのだろうと私は推測します。このため旧型艇では高い波の中では波でブレーキがかかってしまい、せっかくの高速性能が活かせなかったのではないでしょうか。新型艇は同じエンジンでもかなりスピードアップが施されていると推測します。なお、 SNS にアップされたこの猫が写り込んだ写真は新型艇の船首部分だと思われますが、モノバンクという文字が入っています。モノバンクはウクライナ初のモバイル銀行で、これまでもウクライナ軍を資金面で援助する活動を行ってきています。おそらくはこの新型艇のスポンサーはウクライナのモノバンク社なのだろうと私は推測します。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。